世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、結構寒い日続いてますけど、皆さん体調どうですか？なんか自分はね、ちょっと扁桃腺弱くて今少し扁桃炎になりかけてるんですけれども、体調には十分注意してください。というわけでね、今回はそもそも日本人にとって性とは何かというお話をしていこうと思います。まあこうね、性って言ってしまうといやらしいとかあまり表に出せないといったイメージがありますよね。実際に表現方法にもよるんですが、18歳未満はダメといったコンテンツもあります。まああとは子供の教育に悪いとか挙げ出したらキリがないんですが、基本的にネガティブなイメージが強いですよね。それでは日本人にとって、さらには人間にとって性ってそんなに悪いものなのでしょうか？というわけで今回はこの性というものがどのように考えられていたのかというお話をしていこうと思います。まあ、今回のお話を聞けば多少なりとも考えが変わると思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。さて、それでは早速お話をしていくんですが、今回のお話、日本ではというものをテーマに話していくんですけども、世界でも当てはまることがあるということを念頭に入れてお話を聞いてください。古代の日本人というのは、性を人間と自然の繁栄の根源の力と捉え、神秘的で不思議な霊性があると感じていました。そしてそれを生活の根本とする意識というものも持っていたんですね。それがやがてこの人知を超えた力に対して信仰を生み出し、それを尊ぶようになっていきます。まあ、そもそも生物というものには個々の生命を保護してそれを持続させようっていう本能がありますよね。それと同時に種族として系統的に生命を維持させようとする本能があります。まあ、これは人間も例外ではないということですね。それではこの系統的な生命維持の本能とは何ぞやということなんですが、まあ、これは要するに子孫を繁栄させて種族の数を増やし、種の断絶を防ごうとする欲求のことなわけです。そしてこれは意識というものではなく自然現象とも言えるんですね。性というものは生命体を維持する本能であり、全ての本能はここに関わって存在しています。まあ、つまり性は根源的な本能というわけなんです。まあ、こうなってくると性というものは自然の摂理から自然に発生したものと言えますよね。そのため動物でも植物でも全ての生命に形を変えて存在しているわけです。そして本人の考えや自覚以前の自然の原体から出てくるものなわけなので、最も神聖なものということもできるんです。まあ、もし仮にですよ、この性を卑しいものとするならば、食べることをはじめとした本能に基づいた一切の行為も全て卑しいものということになってしまいますよね。まあ、太古の昔の人々が神と信じていたものは、その多くが自然と自然の摂理を指していました。そのためこの性意識というのも神に結びつき、神に習うものだという考えが芽生えていたんですね。さて、時代が下りまして、日本では鎌倉時代から江戸時代にかけて封建制度というものが長く続いていました。そのために男性を中心した性が考えられがちです。しかし古代においては性の中心となったのは女性でした。まあ、考えてみればわかるんですけども、新しい命を産むときに主体となるのは女性であり母なので、ある意味男性というのは従属者という立場だったと言えるかもしれません。まあ、こちらは日本だけに見られることではなくて、その他の多くの民族にも見ることができます。まあ、日本で見てみますけども、古代の日本、古墳時代などの結婚が男性が女性のもとに通う妻どい婚というものであったことを見れば明らかだと思います。さらには神に仕えるものも男性ではなく女性であったということも、女性中心の家族制度の投影だと言えますよね。古代の信仰、シャーマニズム的なものでは、女性を神に仕える能力を持つ者として巫女にして真意の伝達をする役割を持っていました。まあ、その実態が完全に明らかになっているわけではないんですけども、邪馬台国の女王卑弥呼なんかも鬼道を使う巫女と言われていますし、女神でもある天照大神は日本では最高神という立場にいます。まあ、こうした女性が家族や集団の中心となるのは日本だけではなくて、さまざまな世界の民族の信仰や伝承にも残っていますね。これが封建制の社会になり、私有財産権を男性の力で守る必要が生まれると、
女性は神に近い性格を残しながらもその地位が下がっていってしまったわけです。まあ、例え話なんですが、日本の中世で一揆などが起こったとして、これを行った者が処刑されるときには家を代表する男性であり女性ではなかったんですね。この理由というのも、封建時代になって家父長制をもとにして社会が成り立っていたためだったんです。そのため日本の家族制度が単純に男性中心だったという見方は表面的にしか見えていないというわけなんですね。まあ、ちょっと小難しい話をお送りしてしまったんですが、そもそも日本は性に寛容な国だったということです。例えば神々の性行為によって世界が生まれたという話は様々な神話に共通している点ではあるんですが、日本は少し変わっています。日本書紀というのは奈良時代に成立して日本の最古の聖史とされているんですけども、そんなところに神の性行為で国土が生まれたと堂々と書いてありますよね。まあ、それだけ日本では性を重要視していたということです。また今後話していきたい部分でもあるんですが、古典文学を見てみても、芸能を見てみても、その他のことからも性に寛容だったことを知ることができます。まあ、当然ね、こうしたものは時代背景が異なるので今の感覚に当てはめるものではないんですが、少なからず日本はそうした国だったという事実があるということです。まあ、この今の性に対する考えというのは、近代化が推進された明治時代、キリスト教的な道徳観に基づいて日本の性が弾圧されていった上に成り立っているんですね。その頃というのは男女の性愛を描いた春画が焼き捨てられたり、二束三文で売り払われたり、歌舞伎の性的要素が排除されたり、様々な書籍が発禁処分になったりといったことがあったんです。まあ、人によっては別にいいじゃんって思うかもしれませんが、日本の伝統文化の継承という点で見てみれば残念な行いだったんではないかなと思います。まあ、今回はごくごく簡単な日本人にとって性とはといったお話をしたわけですが、ぜひこの機会に本当に性とは卑しくてタブーなのかということをもう一度考えてみていただければなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、今回話してきた性のお話ってあんまり正面から向き合って考えないので、ちょっと違和感があったかもしれませんよね。まあ、本編でも言ったんですが、とにかく日本という国は世界でも稀な性に寛容な国だったということです。そして性の話題で言うと、まあ、最近ではツイッターなんかで見かけるんですけども、フェミニストの人なんかが女性を性のコンテンツとして消費しているなんていうのをよく見かけますよね。まあ、この女性解放運動なんていうのは明治に入ってから何回も起きていますし、男性を中心の家族制度の形を批判するなんていうのはまあ別にいいかと思います。ただし日本での性の歴史をあまり知らないで自分の考えに固執したまま声を上げたとしても、説得力に欠けて逆効果になると思うんですよね。まあ、ですので自分の主張をするのはいいんですけれども、まず最低限自分の住んでいる国の歴史を知った上で、その上でいろいろと主張した方が良いのではないでしょうか。というわけでね、今後の動画では人があまり表に出したがらない話も触れていこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今回の動画面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。というわけで今回の動画はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。